どうも、ポケルチャンネルのようです。今日は山形さんがゲストで来てくれました。山形です。さあ、もうすぐ世界大会がありますね。じゃあ今日は何のデッキを持ってきてくれたんですか？アルセウス、ソラピカ、ジュラルドン、ブラッキー欲張りっすねやっぱそれが今熱い？いや、僕だけで使ってる。あれ3種類は僕だけです。なるほど。普通はソラピカかジュラルドンにするって形なんですけど、はいはいはい、DO3 の特性上3試合中2試合勝てばいいんですよ。ああ、そうですね。なんで、まあ、1回サイド落ちしても、まあ、サイド落ちしない試合はちゃんと勝てるんで、なるほど、まあ、1枚でもいいかなって思いました。まあ、試合でどの対面でも使えるように全部入れて、まあ、3戦中2戦勝てばいいから大丈夫だろうっていう、そういう感じです。あとアルセウスなんで、まあ、3戦終わるかなっていう。なるほどねまあ時間まで意識しないといけないですからね。そうですね。じゃあ今回ちょっと時間の都合上一戦ですが一戦でも勝てるというところをね、見せてもらいましょう。もちろん。そう、今日は僕やっぱり使いやすいミューでね、多分いると思うんで、世界にも。いや、多分絶対上位にいますよ。何、じゃあこれでやっていきたいと思います。いやー、ミュー最強ですからね。結局強い。なんであんなに公式からメタされてんのにあんな強いんだみたいななんか強いやつはメタされても結局強いのは確かにずっとありますよね。ポケカはポケカ歴浅いんでわかんないっすわ。嘘だろあ、そっか、何ヶ月でしたっけ今。8に入ったか入ってないかぐらい。天才たるゆえんよねまあまあ、才能かなセンスかな。イキリンコ出しとくからな最初はグーじゃんけん、ほい、先行やってやるよ。エコー決めてやんよ。ほらほら、僕先行ですよね。そうだよ、勝ちました。マジで大変ありがとうございました。いや、まだわかんないからお願いします。リズムミカレゲブラッキーあ、やばいやばいやばい、最強ムーブしやがったマジ一枚どう。さあやってみろよ、エロディア成功ゲノセクと、さあやってみろよ。俺には邪魔することしかできないのか。しょっぱそう。しょっぱいよ、めちゃめちゃ。ハイパーボール、ロストシティとロストスイーパー。おお、ミュウ君にさよならバイバイする可能性大につき、アタッカー用意。もう何がすごいって、ボールとか使ってないのよ、普通に引いてるっていう俺のカットもえ、ミカルゲきつすぎ問題ありがとうございます。マジか、まあ、とりあえず、ここでも投げて考えればいいんじゃないですかまあ、無理だね、これ。どうしましょう。ポケモンキャッチャーだ。おお、なるほど。こんな使い方したくなかった。いけ。おめでとうございます。手札が減らしました。ブラッキー。エンド。試合がエンド。はいまーす。試合がエンドしてる人あるな。マジ。こちらの。いや、はい、こっからそっちにも動かしてあります。僕が受けないんで、何でもです。やったぜ。なぜと言えるほどなのか時すでにってやつ。アルセウス席は大体やめろ。いいやん、このいい、よしよしよし、このいいからだいぶまた勝負になってる。それはそれで出たら強かったね。そうですね。あれね、ジニア入れなきゃ。ジニア、あー、その設定ないですねアセウスアルセ、あー、うわー、ユキミチ、マジ。やばり、トリニティチャージ。やってんの。あす。うまいねー。トリニティチャージ、うまいです。ジュラルドンにケバリからの。さあ、やだね。ジュラルドン落とせってことだけどさ、ブラッキーいるもん。ね、ブラッキー育てない感じが上手だね。あらす。どうぞ。じゃあ一枚。アルセウス引けなかったから、なんかいい勝負になってしまったイージーウィンの予定だったのに。ユキミチミカルゲとかいう、なんか相手大丈夫なのかみたいな。タブレット引けなきゃ、こいつは無駄人なるほど、あー、わかった、なるほどね。こいつをしてから決めればいいんだ、ポケモンキャッチャー。なるほど、いけ、あ、ガチガチ声落ちました。下手です。いや、下手ですあれ、2枚目ですよね。ねえ、強みが活かせん。あー、なるほど。ってことは手札減らしてます。ってことはよ、分析。お、神連れが打てるけど、まだゲノが並んでない。メロエッタ、メロエッタ、
かけるしかないのか。サイドは進めたいんだよね、僕的には。なるほど。進めるよ、9勝目ね。ある。で、もうここまで来たら、やるじゃないので、圧縮してからかな。ブースターパワーなんだっけ、アルケミーで、まあ、持ってくのはこいつしかないので神2ぐらいの火がね、火そうだよ、普段やるかもしれないからちょっと混ぜてじゃあ、神戦使います。あいつなんか無駄な歩きしてるな。まあ、ここで了解です。メロディった時に でもまだそれで210しか出ない。タブレットいけばいいんでしょ。もちろんタブレットとハタスフラとなんだ、まあタブレットか、まあまあ当たりは多いですよね。多分引けるよ。でもアリセット伝えたところでみたいなところ、まあ、まだ話はありますからね。まあそれでもさ、やんなきゃいけないじゃん。てかこれ解除したところでさ、嬉しいは嬉しいよね。まあ、ブレスターパワー打てるなら打ってますから。確かに打てるなら打ってますよ、絶対に。最後進めない理由ない。分かってるよな。2枚、ビジョン戦で2枚引けます。ギリだね。ギリあります。まあ、これで最低限の動きにはなったよね。なるほど、最低限で勝てると思うだろう。これしかできねえんだ。メロディア成功。バーン。これは2枚悩みボースだが、さすがにそんな弱気ではいられないので打つです。はい、取ろう。あ、アルセウスロストでした。はい、大丈夫です。何邪魔で、おいー。救出したのに。そんな許さないですよ。いや、アルセウスそろそろ引いてくれ、本当に。本当に泣いちゃう、そろそろ。あ、やばい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 、最強か。やばいよ、クソ手札になっちゃった。最強なのでは。やばい。ネットボール、ネットボールとフライングピック、フライングピッカー、トラッシュします。トラッシュって言わないですよ、これが。なんだっけ、なんかそうだったね。アルテウス、ブリスター、スターバース、スン、スン。あ、ちょっとラッキーの強み見せますか。そうっすね、そうします。2枚、持ってきます。はい、ベルト、ノア、ターボ、おぉ、セファリ、ブラッキー、あ、ダークシグナル。ねえ、やめてくれよ。あれ、これは使えるの。あれ、ポケモン特性汚い。このカードをつけていることは相手のポケモンから特性の効果を受けない。おーい。あ、でも乗っけますよ。え、大丈夫。あ、ミュー、メロエット落とします。あ、大丈夫です。トリックノワー。うおー、世界大会でやらないようにしないとね。もちろん。死んだな。死んだな。ロストで。やだやだ。どうぞ。間違えた。じゃあ1枚もらいます。はい、どうぞ。ブラッキー来ちゃった。見る前1枚。さあ、ミカルゲで、ね、ミカルゲが本当にやばい。ミカルゲやばすぎな。ミカルゲ、ブラッキー、ジェラルドンってきついよ。なんで俺ミューでやってんの。ダブルターバーあります。全引き、全引き、しなきゃいけない。でもアルセウス倒した後にきついきつい。アルセウスを倒せるのか。あ、裏の22、今やホッピー22で倒さなきゃいけなくて、でもブラッキーで倒されるから、今は絶対落とさなきゃいけないんだよね。今は絶対落とさなきゃいけない。色もわがタブレットを切った。いけ。コインに嫌われた男がおる。4ドローだ。おお、違う。これは進化はできた。なるほど、進化はできた。あの何枚、2枚。何の2枚。進化はできた。で、俺が落とさなきゃいけない相手はどっち。きつくね。こっちを落としたら、まあブラッキーシード、てかどっちみちブラッキーシードしてくるからしんどいよねって話か。でももうこいつ落としたところでこいつは勝ってるから、こいつだよね多分落とすとしたら。放送しね。スイッチスイッチスイッチ
じゃあクロスフュージョンの敵のバスターバーン気絶してくれ。ロストでお願いします。あ2枚オントボケスキットを打たせる作戦か。ブラッキーストロー。ジャッジマン。あトップジャッジ。あ俺はあれをしなきゃいけなかったけどダメだな。進化タブレット。本当は雪道を貼っといた方が良かったんだけど。なるほど。でもそれすると俺がと思って終わっちゃうので貼れなかったということですね。仕込みかもちろん4枚4枚やばい進化できない。よしワンチャンある相手。よしよしよし。ダイヤダイヤ。あ死んだ。相手いけんのか。あロストでお願いします。ロストシティ忘れがちね。はい、いやじゃあとりあえずミュー1枚進化フォアタブーボス。簡単です。全然難しい。全然難しいんだけど。進化進化とパータブボス食べた。全然難しい。完璧。やばい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 よ。え勝てない。全然簡単じゃないですか。進化セット引けますよ。なんと今もうダメだ。俺は落とさないといけない。全力投球デッドボール。お引ける枚数がどんどん増えていく。無理通されるのかな。どっち？どっち？お邪魔します。お邪魔します。あ、ごめんなさい。トンガキット使ってます。あ、了解です。で、押す。押す。クヨンキャッチャーは戻せない、なんと。え？ダメなんですか？もちろん。すいませんでした。別に戻したらめっちゃ見る強すぎないですか？最高だね。タブレット。スイッチャーマジ検討。シワ押しどこ？じゃあ、運命の。4。4枚で3枚引かなきゃいけない。楽勝だろそんな。おー相手引いたのかな。160ゲノセクトを捧げればいい。アルセウスがいますよ。ベルト付きのアルセウスがターンを返そう。どうしようかな。ダイヤ気絶。ありました。ありがとうございました。最後はこれです。何もできんおかしいな。まあやっぱミカルイエスさんはとりあえず最初に出てね、そこで引けなかったじゃん。でダイアーク弱点じゃん。強いね。とりあえずミューはこれで完封できるデッキであるということが証明されて、アルセウス進化できなかったのに勝てちゃった。どういうこと。まあでもドローソース削られるとミーはこんだけきついっていうのはまあ皆さんご存知の通りだと思うんですけど、まあ世界レギューで考えたときに他にもまあルギアだとかピカチュウいますよね。ルギアサーナイト、その辺はまずルギアはジラルドン君がピカチュウ、ね、活躍してくれて、サーナイト君はサーナイト君はブラッキーロストシティあとセイブロストシティは何入ってるんですか。3です。あーなるほどね。やっぱそう考えると全体的にバランス取れたデッキになってるという。そうです。ロツギラだけが無理です。確か去年もアルセウスソラピカが頑張ってた。頑張ってたってなると今年もこれなのかっていう。やっぱ BO3 だと安定するって感じですか。ああそうですね。 BO3 だとやっぱ手張りできるアルセウス最高みたいな。他のデッキも多分試しましたよ。いやめちゃめちゃ試してたんですけど。何を試してそこに行き着いたんですか。ミュウも試して、まあでもなんかまあ、ご覧の通り、まあ、なんかメタられるなって思って、うん、でルギアも、まあ、こういうデッキタイプがあるんで、うんうん、まあ、メタれるなと思って、うん、サーナイトもメタられるなと思って、うん、まあ、ロスギラは、まあ、連動自信ないし、うんうん、あと、まあ、なんか結局ルギアが今ロスギラが上がってきたことによって逆にルギアが出てきちゃって、うんうん、ルギアがめっちゃ上位食い込んでるみたいな感じになって、うん、まあ、そっちをメタった方がデイワン抜けるのは8戦中6勝すればいいんですね。2回ロスギラに当たってもそれ以外全部勝つっていう考え方で、うんうん、まあ、このデッキ握ろうかなと思ってます。逆に言うとロスギラさんがやってんだら毎回頑張って BO3 なのにロスギラに勝たなきゃいけないっていう。なかなか鬼畜をやんなきゃいけないんですけど、それでロスギラにも勝率 30% ぐらいあって、うんうん、30% を3回中2回引くっていうそういうゲームですね。まあ、現実的に考えたら、ね、一番その勝率が高そうではある。結局弱点つけるメタれるものが多いデッキが僕も好きだし、多分山形さんもね。そうですね、好きよね。僕エンペルとかが大好きっていうのを考えるとやっぱり
山形くんには合ってると思うので、いやもうちょっとですね本番まで。マジ本当に優勝。あ、もちろんしてくれるよね。さんに盾あげなきゃいけない。盾？トロフィーか。じゃあちょっと今後ねポケールチャンネルにまた盾持って帰ってきてくれるということなので、皆さん楽しみにしてください。ピカチュウ。それでは。それでは山形さん頑張れと思う方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。